と高志の8月大会結果報告。はいどうもこんにちは、高志です。ガムゲキいきましょう。さあこの季節がやってまいりました。季節ってないだからいつも、なんで季節って言っちゃうんだろうね。先月も言ってたけど毎月やってんじゃん。この時期がやってまいりました、はい、というわけで今回ね、9月の、途中で上がってると思うんですけど、8月の大会ね、私、行ってきましたので、そちらの結果を報告したいと思いまーす、はい、ぜひ最後まで見ていってください。それではいきましょう。オリビッシュス、はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いしまーす。ワンピカードのいろんな動画上げてまーす。そしてワンピカード情報局もぜひ見てください。お願いしまーす。はい、8月ですね、行ってまいりました私。8月はですね、禁止改定が、8月末であるっていうことで、そのもう 8.5 段環境ラストでしたね、もうラストの環境、8月の31日で、はい、赤紫ローですね、あれが禁止になるから、もう9月から使えないよ、で、ルッチとかに入る NS 帯、これが禁止になるよ、それが、8月までだったので、はい、まあ、それを使える最後の環境でした、はい、で、まだ要はローが、赤紫ローが一番強いと言われてた時ですね、で、続いて、まあ、ルッチが強いよと言われた時、そこの大会の結果ですね、で、まあね、先月、7月の時に、僕赤紫ルフィ使って、悩んでると言ってたと思ったんですよ、で、赤紫ルフィが現に多分今この球団環境結構強そうなの、そう、だからもう先見の明、たかしの先見の明は間違っていなかった。そう、ほんと、うん、ほんと勝ってから言わないとこれから勝ってから言わないと意味ない意味ないから誰でも言えるべ、誰でも言える、誰でも言える、俺だって言うんだから。いやいや、キスも言える、俺だって言うんだから。そうか、勝ったらそういうこと、ああそうだねってなるから。これ今9月の初めに撮ってるんで、はい、まだ分かんないけど、でも本当にこの球団は赤紫色結構強そうなんですよ、はいはい、っていうのも見越して赤紫色は結構練習したいなって思ってた時期だったんですね、うん、僕も、うん、ただまあそのいろいろ複雑で、8月末でローと、まあ、ルッチが、ちょっとまあ変わるよと、ってなった時に、8月の最後に発売されたのがあの球団のカードですよ、新たなる皇帝、でそれが使えるのが9月の2週目からなのよ、発売してから1週間は使えないんですよ、だから空白の1週間が実はあるの、ここの環境しかないっていう 8.75 環境があるんですけど、そんなのないん、そう微妙な、もうそれが終わるかな、だから、だからそこっていうのは実はローがいない、でルッチもちょっと弱体化が来た、で診断環境が使えないから、そこしかない環境なのよ、でそこも実はちょっと見越しとかなきゃなっていうのもあるのよ。何それ、チャンスタイムってこと？っていうわけでもない、別に誰みんな別に、だとしたら全員チャンスタイムだから。一緒、別に全員土俵は一緒、俺だけ使えないわけじゃないですよ、別に。あ、そっか、そうで、そこは要はドフラミンゴが強かったりで、要はローが苦手だったんだけど、くすぶってたリーダーたちのようながいっぱいいるから、もう魔境の一種が実はあるのよ、でそこに強そうなのがボニーとか、で、ある意味俺がずっと使ってた黒キルフィもそこで強そうなんですよ、要はローに勝てなかったから、で、ルッチには勝てるから、だからその魔境もあるんで、となると黒キルフィもちょっと使っとかなきゃなみたいな、だから絶妙な1ヶ月でした、だから8月実は、赤紫ルフィもちょっと見越してね、球団見越して使っておきたい、かつ黒キルフィもちょっと触っておきたいみたいな、なるほど、絶妙な期間だから悩んでた1ヶ月でしたね。8月の大会とか出たんですか、その 8.75 出ないかったらアホじゃないですか。ね、先に言うと出てないです。ないし、今の話じゃないから。いや、俺もそう思った。違うんだから、当選したら出るやんって言って当選したら出るし、あのスケジュール次第では行きたいわけ、俺も。で、9月から天風戦始まってますから。あ、まあ練習ちょっと、ね、そうそう、その天風戦が、あのもう俺が命かけて毎月やるやつよ、あれもう始まってる、もう始まってます、今月。あ、そういうこと、で、それにワンチャンスケジュールあって通ればそこを俺出るかもしれないけど、結果的に今出れてないってだけであって、天風戦はこれがまあ使えない店舗予選もあるってこと？もあったって。あ、だからこの1週間、そう、この1週間は店舗予選は黒キルフィしか俺は使えないわけよ、で、そこにスケジュールとその参加が合えば行ったんだけど、今結果だけ取ってる段階では結果スケジュール合わないんで、で、大会の時間が俺のスケジュールと合わなかった、だから結果的に出てないから決めてるじゃん、って笑ってるけどな。結果論だからな。あ、もともとそう、俺の実は予定も全部埋まってんのに練習してたんだと思ったもん。じゃあ、ばっかりな。いや、ありえるから、ありえるから。いや、俺は散々見たの、予定も見
ありえるか、あ、ここ行けるかもって思ってたの、8月の段階でね。ただいろいろちょっと後で予定が入ったりして、ああダメだ、結果的に行けないってなってるんで。よかったよかった。そうそうそう、それは前もってバカにしてやめてください。先手のバカありえるから、全然ありえるから、まあ、スケジュール管理能力はちょっといや乏しいんで、確かにありえるんだけど、結果論です、それは。俺現に見てたんで、あ、ここ行けるかなと、あ、ちょっとダメだ、これ行けねえよ、あとあとね、そうそう、いろいろ終わったら出たいなとか、仕事が終わり次第行きたいなって時あったんだけど、ちょっとそれができなくてとかあったんだけど、まあといういろいろあった1ヶ月ではありました。はい、はい、で、結果的に私はですね、今回フラッグシップ1つ、うん、フラッグシップ1つですね、うん、あのもうシリアルエースですよ、もうゲンダラエース、うん、もう超欲しいあれ、うん、で、ベスト8が、うん、ヤマトですね、はい、そのフラッグシップの、うん、はい、で、スタンダードバトルスタバ、これ1個出ました。ね、もう毎月やる、うん、もうそろそろ、もう来月から俺も突っ込みません、じゃあそれね、言い続ける折れないんだ強いな、じゃあ新年だよ、新年あるのか、突っ込んだけどそれも1個だから、ちょっと1-1でした、はい、ちょっとバタバタしてたんでね、あのワンピーであったりとか、はい、あのワンピースカードゲームのイベントとかね、出させてもらったりとかいろいろあったんで、うん、で今のがまあ僕のそのプレイヤーとしての大会で出させてもらったんだけど、うんうん、今言ったあのワンピースカードゲームフェスタっていうのが実は8月ありまして、うん、そこはあの出番があって、その出させていただいたんですよ、うんうん、本当にその当日来ていただいた方々ありがとうございました、うん、でそこでなんとあのゲスト対戦会っていう、うん、ステージ上でお客さんとたかしがバトルするんだよ、それもね、1、2、4戦やったかな、4000やりました。お客さんがもうバーっている中から選んで、選ばさせていただいて、うん、その人と対戦するっていう、うん、その結果もじゃあ一応ちょっと軽くね、うん、話したいと思います、はいはい、じゃあまずどうしよう、ちょっと日程順でいこうかな、はい、日程順で、うん、まず最初フラッグシップバトル、うん、これ大事だ、ここがね本当に大事です、うん、フラッグシップバトル、ここは悩んだんだけど、うん、赤紫ルフィでいきました。おう、うん、うん、でまあこの環境ローがいるんだけど、まあローにはちょっとぼちぼち勝てると、はい、なってたんで、うん、使ってます、うん、でここは64人規模でした、うん、64人規模、うんうん、で、64人規模なんだけど5戦、うん、で優勝者が2人出る感じかな、うん、で5戦、5連勝したら2人優勝です、はいはいはい、で、ベスト16まで入ったらヤマトですね、うん、だから16入ればいい、はい、で特にあのエリミネーションなかったんで、ダブルエリミとかトリプルエリミ、3負けしたら退場とか特になし、だから最後までやれる、ただ実際もう3負けしたらまあ無理ですよね、まあね、2-3だったらまあベスト16も入らない、だから3負けしたらまあ実質景品ないかなっていう感じかな、うん、あでこの日がね、あのワンピデーの次の日でした、うん、だからワンピデー僕あの200前入りだったんで、うん、2泊3日とかなんですよ、うん、でその後の朝一で行って、行った大会です、うん、でもね案の定もうそんなんだから、うん、朝電車ですね、うん、もう全然寝坊しまして、うん、時間ギリ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 で、しかもその店舗ね駅から走るんですよ、だからおい、あでも最高、駅から走りました駅から走りましたね、いい条件トロッとじゃん、すもう真夏でしたねこれ、だから8月の十何日とかなんで、もうガンガンのところを走っていったんで、ちょっと体調悪くなりました、まず疲れもある、疲れありの全力だしね、もうだね、まあでも整ってるね、整ってる、これ自体整ってる、整ってる、うん、一番整ってる、一番整ってる、はい、この状況で赤紫レイジで挑みました。一戦目、はい、青紫レイジュ、レイジュでしたね、うん、レイジュ、レイジュはそんなに俺やったことなかった、うん、うん、で、次の環境、今現のこの9月環境に来るんじゃないかとも言われてますね、うん、多分見越してなのか、強くなるのか、そう、レイジですね、じゃんけん負けて後攻でした、はい、やっぱ先行取りたいですね、赤紫ルフィは、うん、もう先行を取って鈍加速して大型を早く出していきたいっていうデッキなんで、1戦目、うん、結果負け、おお、まあまあまあどんまいどんまい、そんなテンションなんだなそんなの部活の感じどんまいどんまい、そんなテンション高くないじゃん、次やる、そんなテンション高くないじゃん普段、うん、そのあたりだろ、よいよいスイスドローね、スイスドロー審判やんなきゃいけないから負けたらって部活の練習試合じゃないいいんだよ、審判はいるよお店の人いるから、審判やんなきゃいけないから、やだ審判とか一番だるいもん、負けた後のね、しかも一番やだで、まあ、あの大型がかさばっちゃいましてね、まあまあ、赤紫ルフィあるあるだったんだけど、ここはね、うんうん、で、加速はしたんだけど、ちょっとね、大型が来すぎちゃって、粘ったんだけど、カウンターが足りなかったですね、
うん、でちゃんとギアフィフス出したのよ。やっぱギアフィフスは出したいから、うん、ギアフィフス出したんだけどやっぱ負けちゃいましたね。いけたかなと思ったんだけどもうほんと数枚足んなくて、うん、でしたね負け、うん、では2戦目、うん、2戦目当たったのが赤青マルコ。うん、多分動画で言ってないんじゃないかな。いいあんまり大会では当たってない。珍しい人多いね。でも、うん、マルコも強いんですよ。強いんだけどちょっとあと一歩やっぱ届かなかったみたいな状況なんだよね。ずっと強いはずなんだけど強そうなんだけどっていう感じでしたね。じゃんけん勝って先行取りました、うん、結果、うん、負け2負け、まあ、まあまあまあまだ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 いけるなんだよなそれ優しい先輩後輩を励ますかのような OB ね OB OB あ OB ちょっと気楽だから声高い俺ら引退してるからちょっとやっぱ肩の荷ないからねおいほんまいほんまいとかしないんでねだめだめちょっと高めの指導する必要もないし観客の無責任どんまいいやもうね今回ね加速できませんでした。ドン加速はできなかったね。加速できないってことなんだ。いやそうなの、加速結構入れてたんだけどできないっていうね。うまあもうこれしょうがないっすね。なんだろうね、朝走っちゃったからかな最初に。いやあとねもう頭がもう回ってない疲れで2泊3日の大イベント、うん、がっつりいろいろね、まあインタビューもあり出番もありみたいな、うん、まあまあしょうがないっすね、うん、で現時点でもうね55位です。64人中。どうせならビリ目指したいね。確かに。どうせってなら。63位でブービー賞とか。ブービー賞ないのよ。ブービー賞ないのよ。ブービー賞ないのよ。ブービー賞あんだらそれはもうみんなやるよね、それ。あれはもう、もう崖っぷちですね。こっから3連勝しても多分きついぐらいかもしれない。ただ、まだ諦めてません。3戦目。緑金ヤマト。ヤマトですね。一時結構当たってたかな。だったら当たるのは久々。うん、ヤマトさんですね、うん、じゃんけん勝って先行取れました、はい、結果3戦目勝ち。おあぶねえ、あぶねえ、あぶねえ3負け回はもう絶望だからねあれなんとか勝てましたね。まあ理想ムーブができました。もうドン加速もできて大型もできてギアフィフスもちゃんと出せてみたいな感じでしたね、うん、ただ現時点で1回勝ったのに52遠いね、16遠いね遠いですねさあ4戦目、はい、なんと赤サンジ初ですね。一つ強いリーダーがいなくなったこんなにもあれいなくなってない。これはローいるよ。あ、これはもう言ってだからみんなもやめようとしてるわけじゃなくてんもう次を見越してやめようとしてんじゃないの。あー、まあそれもあるかもしれないね。ただサンジに関しては初だね。7月末に発売されて初の僕は初めて当たりました。この時初めて当たったサンジよね。そうそう、ローはまだいるんだけど、いろいろまあそんなに言ってしまえば、勝つ人はローなのよ、勝ててない人はローじゃないみたいな環境になるのよ結局。結局ね、でもね、ずっとローと当たってたからね今までのね。はいはいはい、まあ序盤にね当たったりしててね。さあ4戦目赤サンジ、じゃんけん勝って先行取れました。ただもうサンジはちょっともう僕はもう勉強不足です。新しいんでそんなに練習できてない。まあ何度かね、その自分の中でもね組み立てとかしたけど、サンジはとにかく速攻デッキなんですよ、うん、とにかくリーダー効果がもう速攻持ってないやつが速攻得るんですよ、うん、登場時効果を持ってないキャラがね、うん、だからもう普通のキャラがバン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 来る。ああなるほど、早いんだ。早いんです。はいはい、早デッキね。早デッキです、うん、赤サンジ、うんうん、4戦目結果負けー負けー弱いザコでした。まあもう帰ろう帰ろう帰りました。さすがに帰りました。早デッキだからでも早デッキだから。いやこれはね、もうカウンターほとんどなかった手札がね、うん、もうレイリー3枚のギアフィフス2枚とかもうなんかどうやったってカウンターないみたいな、うん、もう6000が通っちゃう、はいはいはい、そう赤紫ルフィってね6000で相手が5000だから、うんライフが少ないんだけど、そのね、やっぱアドバンテージがあるわけよ、うん、毎ターンプラス1000あるわけだから、なのでカウントねえんだから6000来たら、はい、全部通る、はい、でもね、完全にもう敗因は、まず弱い、まずもちろん、あるし、疲れがエグかった、もう諦める分かったよ、俺もう
こうなってたからミスった。だからあのイベントの次の日大丈夫だろうと思ったの。大丈夫じゃないよ、もう年なんだから。さすがに2泊3日のゴリゴリのイベントだとちょっとダメでしたね。考えた方がいいね。ダメでした。もう頭回ってないなって自分でも分かったんで、もうちょっと勉強になりましたね、はい。というわけでブラックシップ、残念な結果でした、はい。ちょっとズタボロでしたね。赤紫ルフィはちょっとやっぱ難しかったかな。いや黒キルフィが悩んだんだけどね、まず前段環境だと別にそんなに強いとは言われてなかったから、ただでもちょっと一矢報いたかったね、ダメでした、一矢報いたよ、報いた。あんま一生してるから無責任応援いけたいけた一番強いよ。いやーそれは無責任ピー一番強いのはいいですもう今の無責任にもう程がありますから。次あるしな。次ある、次ある。まあまあそれはまだいいか、それはもういいよ、それはギリギリ大丈夫一番強いよ王者。おピーピーピー、無責任、無責任警察ピー。いや励ましてんだから。励まし方よ、まあ、その日のね。だからチャンピオンは自分で決めればいいからね。そう、自分で決めれば。ダメダメ、ピー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 みんな優勝でーすだよね。みんな優勝でーすそれはもうメンタルの話ですよ軽々しく大会で言うな、それ優勝してねえんだからまあ悔しかった。いやまあまあそれなりに練習してたからね、赤紫ルビー。まあ悔しかったですわ、はい。まあちょっと気を取り直して、はい、次ね、スタンダードバトル、はい、スタバです、はい。でここは悩んだ結果、8月の、ね、まあ、20日過ぎぐらいだったかな、まあ後半だったんで、それこそこの9月第1週の幻の環境をちょっと見越してたわけ、でここは黒霧吹使いました、はい。そう、赤紫吹ちょっとボロクソだったんで、もしかしたらこのね第1週予定が合えば、で当選すれば行くかもしれない。結局そこ使ってんのはね、よかったわ、ね。でここで黒霧吹使いました、よかった。ただ9月第1週使ってないんで結果的にね。いやだからここ優勝してたの。そう、意味は、意味はあるから、意味はね、優勝してたら意味あるから。でなんともうこれローが最後の環境で、で要は大会もほぼないんですよ、言うたら。要は新カードもこの後出るから、みんな落ち着いてる時期なんで、はいはい、そんなに大会参加人数が多くないんですよ、なるほどね。そうそうそう、じゃあじゃんけん勝ちやすい、じゃんけん勝ちやすい、そうなんです言うと思っていいでこれ16人規模のスタバを応募したんだけど、なんとタカシ入れて4人、うん、こんなにプライベート対決、要は4分の2もらえます。うわ、優勝者がジャン勝ちで、うわうわ、でしかもエースです。俺エースまで1回も取ってないんで、もらってよね、いけんじゃない、じゃんけんチャンスだね、じゃんけんじゃない、じゃんけんチャンス喜びすぎ、確率がやばいじゃん、だって、50% だよ、この勝率が。もう何対戦、3対戦するの、3、いや2回で、だって4が2になって1だ。あ、そっかそっかそっか。あの、2回しか大会やで、2回勝ちんだろ、2回勝ったらしかも優勝ですから、やばいじゃん。で、黒木ルフィです。で、まあ環境は一緒ですね、ローもいるんだけど、いろいろみんな見越して、出てくるわけですよ、はい。1戦目なんと、赤村ロー、あら、うわ、苦手と言われてますね、赤村ローでした、じゃんけん勝って先行取ったかな、はい、1戦目、結果、なんと勝利、ローに勝てましたね、ローに勝てましたよ、お優勝じゃん、ローに勝てましたね、いけんじゃないこれ、ね。でまあローに戻されちゃうんで、2000カウンターで結構こうライフをね、こう取っていきたいんだけど、それがなかったからやばいと思ったんだけど、まああの4ローがはまらなくてね、なんとか勝てました。4ローね、まあちょっと分かる人だけ分かればいいです、今のあたりはね、なんとか勝てましたね、ギリギリ、モリアなしで勝てました、ギリギリだったわ。2戦目、決勝戦です。うわついにここまで来たんだ、決勝戦来たね1回しか勝ってないよついにって感じじゃないけど、別についにって感じじゃないけど、16人いたことにして喋っちゃえば、確かにじゃあダメよ、その動画で言っちゃう動画で言っちゃダメよ、そのいいじゃんじゃないよ、いいじゃんじゃないよ、動画には責任持って、なんとか勝ってここに来たね、ここに来て3、4回勝ったの、3、4回勝ってなんやかんやありましてじゃねえよ、視線しかしてねえよ、まだ2戦目、これでも熱いだろうね、観客も多いだろうね、なんと観客いねえよゼロだよ、観客は4人でやってんだからなんと赤さんじ、さっき負けました、やばいよ、前日に言ってさっき、ただ俺も正直ちょっともう球団環境見越しすぎて、これが有利不利って分かってないんだけど、おそらく有利、おそらく、と言われてるらしい、間違ってる、ごめんなさい、俺もちょっとこの時の環境はあんま覚えてない、赤三時もう負けました、からちょっとねやっぱ練習したんですよ、自分でも、2戦目
じゃんけん勝って高校、うん、これは高校でいいかなと思ってね高校を取りました。はい、決勝戦、うん、結果、うん、なんと勝利ここに来て4人だけど優勝やったやりました人数少ないけどでもあの4人が揃ってるからねあの大会は知らんやろ知らんやろ知らんやろあの4人って知らんやろあったことないでしょあでも知っていただいてましたありがたいことに本当にありがとうございました。勝てましたというわけで、うん、なんとエースゲットなんだけど今日忘れました忘れ物も優勝です今日なんとスイッチも忘れましたマンガちゃんのためのスイッチ全部忘れました私ラジオでも出てるかなじゃあ後でじゃ家でちょっと見て見せます家で撮ってねはい、はい、こちらですババーンかっこいいエースのパラレルですめちゃくちゃかっこいいこれゲットできましたやったありがとうございますというわけで初めてのエース、はい、ゲットでした。でエースもこれ終わりだったんで8月 で、うん、でとりあえず1枚取れてよかったです。なるほどそうだね。取れましたよかったよ取れました。うんじゃんけんは参加できんの。いやできないさすがよって言わなかった。いやいややんないやばいでしょ。おいじゃったぞおいじゃったぞダッセダッセもう1枚取るんじゃダッセダッセダッセな。いや、顔だから俺顔バレてんだよだ俺に勝ったやつはとかやったの。いやそれが本当のキングだってキングに勝ってたやつが本当のキングだってでもお前別にじゃんけんで勝ち上がってんだよはーいという感じでした。なんとかだからね、はい、まあまあスタバ勝ってましたね、はいはい、で一応ちょっとじゃあラストね、うん、ワンピースカードゲームフェスタ出させてもらった時の、結果もねちょっと軽く、うん、まあここは別にね、うん、大会とかではないんで、うん、ただゲストの方はこれね相当すごいのよ。なんで要は俺に勝ったらまず1枚景品があるんですよ、うん、というのもそのマッチングバトルっていうやつがあってそれで5戦中3勝しなきゃいけない、うん、しなきゃもらえない。つまり結構並びに並んでしかもちゃんと勝たないともらえない1枚ね。でしかもそれ参加でもらえますそれ、うん、俺に指名された人はまず、ね、で勝ったらもう1枚もらえる。あーなるほど。超絶お得イベント。うん、選ばれた人だから選ばれなきゃいけないってそれは何百人いたから、うん、結構ありがたいことに、うん、本当に何百人ブワーいて、うん、あそもそもそのなんだっけ、うん、フェスティバル、うん、自体は結構大会、まあ、もう大会が何個もあります。それは、まあ、かつ10個でも大会はもちろん当選しなきゃいけない。マッチングとか全部全てただその大会がもう3 on 3からいやリーダー縛りバトルとかあどんなの、ま、マッチングバトルとかもうやってんだ過去最大規模したんだ。どうやってたんだっけ。ビッグサイトです。あじゃあもうでもでき過去最大もう1万人規模イベントすごもう1日でそんだけでそれプラス券なくても入れる無料展示ゾーンみたいな。そこはもうサニー号の超特大とかあと今までのイラスト掲載とか、うん、ワンピカードの回の CM ブースみたいな、うん、実際の CM で使ったとか、うん、メルルもいいんだ。えメルルメルルいないよ、みんなそっち。メルルも見たかったな。そっち行けよみんなじゃあってなるだろ。高橋よりメルル行けね、そんなメルルはいないです、ね、でもその神木隆之介さんとかが使ってたのブースとか、あとほんとそれこそゴールデンパラレルロジャーとかも現物飾ってあったりとかも、うん、いやジャンプスのワンピカード版みたいな、もうすごいのよ、はいはい、だから今年イベント8月やばかったね。ワンピデーもあるし、うん、ワンピカードイベントもあるしみたいな、うん、そんな特大のイベントの一部やらせていただいて、はいはいはい、でそこで対戦したんだけど、うん、まあまずイベントね、まず、あ、最初の1ステージ目が俺ギャビンさんと一緒のステージだったの、はいはい、ギャビンさんと俺、うん、でしかもその盤面がちゃんと会場にこう何モニターで映されるんだよ。だからもうミスがもうバレバレの大恥かくかもしれないっていう、ね、で1戦目はその配信卓はギャビンさん、うん、で俺はその横っていうの、うんうん、で俺が選んだのが、うん、まあすごいうちはね大和田隆みたいな、うん、もうゴリゴリ押してくれてる方、うわもうこれ嬉しいと思って、うん、で指名したの、うん、ありがとううちはもうお願いしますって、うん、で女性の方でね、うん、対戦したんだけど、うん、ちょっと待てと、うん、俺のことめちゃめちゃ知ってる、応援している、うん、俺が何かを使うか知っている、私黒キルフィーです、青ハンコックです、もう大有利、大有利、たかしぶっ殺しデッキで来てた。すごいじゃん、もう戦略的じゃん。そうそうそう、それでしかつ名前も呼ばれるようにこうやってすごい、賢いねー何にも書いてないで、俺嬉しいと思って選んだらもう青ハンコックめちゃめちゃ賢い。涙じゃなかったね。涙そうね、で選手的に俺のトラウマで涙はもうね負けに負けてたから
あ、それでもすごいわ。いや、だからすごい。戦略的じゃん。そうそうそう。もう、ガン有利デッキで。で、しっかり、もう決められて、まあ、ちゃんとハマるのを決められて、もうちゃんとね。ちゃんとハマって。強い人あったんだって、もう。もう強い人でした。戦略的にも。もうちゃんと読んできていい。もう黒キルフィアちゃんと、もう。で、1戦目、負け。おめでとうございます。ちゃんと2枚。2枚ですね。よかった。あれ、超レアだもん。だって俺1枚持ってるんだよ、俺、あれ。俺が欲しいんだから、あのバッグ。マジで。だマッチングバトル、ちゃんと当選して勝たないともらえないから。それ勝ったらもらえないの君は。俺ももらいたいから。言ってね。これで勝てたら私もらえませんか、うん、言おうかな。ちょっと言っとくよ。言っとくよ。つながってんの俺だけ。ワンダリさん。二人も言ってたんで、言ってくればいいから。弱い弱い。問い合わせホームから言っとくよ。普通にお客さんとして。うちのたかしが。勝ったらもらえないんですかね。怖いな。あー、で、そんな感じでした。で、2戦目。2戦目からは私がね、単品のステージでした。私ソロ。2ステージ目はね、私ソロでした。私その時ももう何百人いてくれて、本当に皆さんありがたい。で、ここで、示して、マルコだったかな、赤青マルコ。で、僕は、ここは赤村ルフィで行ったんですよ。それはね、もう先に自分はどう決めていいの、なんかどういう感じ。あ、もう僕の中で決めてるだけ。別にそんな、向こうがこれだって出してきてから、これだをもうやってるわけじゃない。あ、じゃあちょっとそれ後で話すわ。俺の中でも決めてたの。1戦目、これ、2戦目これって決めてて。で、2戦目は赤紫ルフィで行こうと。で、赤紫ルフィで行って、結果は勝ちました。勝ちました。ただ、ここも配信台だったんで、もう全員に手札をバレてるから、もうミスがん見えない。ね。で、それでさ、俺はわざと、何百人いる前でよ、ちょっとガチでやってんだよ。で、ガチでもやりつつ、ステージとしても盛り上げなきゃいけない。要は MC しながら、対戦しながらみたいな。で、盛り上げながら、受け取りたい。そのね、ちゃんと盛り上げながらやるって結構頭使うわけよ。俺の中でも。で、こうやってて、で、相手がね、今、マルコですから、やっぱ白ひげが入ってるわけよ。で、白ひげバーン出します。で、そうすると、リーダーがプラス2000になるんで、俺のターンも。で、7000になるわけよ。で、返します。返ってきました。でも、わー、これ勝てるからどうかなみたいな言いながらこうやって。じゃあ、まずリーダーに、相手7000です。私6000。じゃあ、リーダーに6000でアタック。いや、今7000です。7000! 大恥。大恥。でもね、ありがたいことに、ちょっと盛り上がったから、結果。結果良かった。結果それで盛り上げられたから、皆さんも気をつけてくださいみたいな。でも、ラスト、確か速攻札が来て、勝てましたね。ラスト勝てました。これは勝てましたね。2000はそんな感じでした。で、ラストです。ほんとラスト。もう一番ラストのステージですね。でも、言うたらんでもみんな結構帰ってるんですよ、実際ね。別にもうやること終わったらもう帰る。けど、それでもまあ何百人最初いてくれて。で、やっぱ分かりやすいのが、選ばれなかったら帰るんですよ、皆さん。そこだけいて、やっぱね、何十人か帰るの。分かりやすく。だってこれは、選ばれて勝っちゃもらえるよってのはもう分かってるね。分かってる、分かってる。そう、分かってる、もちろん、もちろん。だから別に、もうステージに興味なきゃ、別に、たかしのバトル興味なきゃ、別に帰るわけね。そう、そういう感じ。景品じゃなくて、たかしさんとやりたかったから、悔しくて帰るだけですからね。それは優しいね。それは無責任。ちゃんと見てくれてる人いる。いる、いる。もちろんいるよ。めちゃめちゃ最後まで、もうだって、なんもないんだよ、言うたら。俺、もう対戦ないのに、残ってくれる。もう皆さん生きてる人こう、画面見て。そう、画面見て。ほんと、じゃあ俺ほんと嬉しかった。ほんと、最後まで残ってくれて。全員勝ったら面白かったよ。面白いけどね、じゃないんだよ。全員勝って全員勝ってたでも、それでも何十人やっぱいてくれたからね。100人ぐらいで見たか。いや、ありがたい。ほんと、だって、結構もうスカスカになってきてんのにね。会場も。で、ラスト。ちょっとまあここまでね、大人の方だったんですよ。示してたのが。ちょっとラストやっぱ、少年選ぼうと思って。で、もうさっきのステージからずっと、たかしたかしみたいな、もう、いたの前に少年が、小学生ぐらいかな、小学生高学年ぐらい。うわ、もうこれはさすがにちょっとと思って、選ばなきゃと思って、ちょっと、じゃあ、お願いしますってね。で、選んで、で、こう来て、じゃあお名前やとかいろいろ聞くじゃん、ステージだから。まあいろいろ来て、誰かとか出るんですかって言って、あ、どんな結果なんですかって。ジュニアフレンドリーカップ、世界ベスト5位です。で、ボコイもう一番強いやつ選んじゃう。一番強いやつじゃん。多分一番強いじゃん、この中で。みたいな。少年の部5位です。かかったねって言われた。思ってるだろうね。言われなかったから。ね、びっくりした。怖いね。いやいや、そんなんと思って。ただ逆にそこに勝てば、高橋やばいよって、まあそれは盛り上げて。じゃあ行くぜみたいな、もうやったぜバトルスタートみたいになって、負けー強いんだ強いんだ負けー
で、あのまあ、これ赤紫ルフィでエネルだったんで、うん、もう苦手、そもそも苦手、そもそも苦手でしたね。でもエネル結構使ってるって言ったら別にたまたまだと思うんでね。あ、もう赤紫ルフィはやっぱエネルが苦手なんですよ。うん、そう、なんかそこだけね、ちょっと検索逆になっちゃってるんだけど、エネルのリーダー効果強くて、うん、強いんだ。強い。そこにギアフィフスが刺さんないから。なるほど。ただでもまあね、やるしかなかったっていう感じで。で、なんと、うん、ステージちょっと巻いたんで、はい、もう一戦いきましょうと。おう、もう一戦、はい、そうで、ラストもう一戦いけますと、うん、だから2ステージ目はね、2人できました、うん、でもうね、いろいろ話聞いてるじゃん、やっぱス、うん、このステージもね、うん、で、なんかずっと2ステージ目か1ステージ目からいる人がいたの、うん、何人か、うん、お前らここがワンピカードフェスだと思ってるみたいな、うん、他あんだよ、あんだよ、ここにしかいないみたいな、ずっといてくれるみたいな、で何人かいたから、うん、でその人たちじゃんけんさして、うん、でそこでもう最初からいた人、うん、でラスト、もう主なゲスト対戦会の主主と選んで、で、まあ、肩首使うと、うん、でそこでさっき言ったのが、俺がこの一番ラストはもう一戦やれるかもですみたいなのまあ聞いてたの、時間がちょっとあったら、うん、で、じゃあ俺赤村ルフィ、黒木ルフィで行こうと俺は決めてた、うん、ね、うん、決めてたの、うん、けど俺その人に何ですかって聞いて肩首って言った後、うん、言った後に俺を黒木ルフィ出したの俺、うん、そしてやっぱざわつくの、うん、というのも黒木ルフィめっちゃ有利だから、たかし勝ちに来てるみたいな空気になって違うよみんなみんな違うみたいな違う、黒木ルフィ有利だよ、俺らで決めてたのって言ってちょっと失笑だったけどね。勝ちに行ったもんね。違う、やっぱり決めてたの、さすがに決めてたの、時間があったの、やっぱラストは飾るのは黒木ルフィかなって決めてたの俺は、ずっと使ってた黒木ルフィだから、で言うたらガチで行ったわけじゃん、ただそしたらたまたま超有利になっちゃったの、うん、まあでもまあそれでもガチでやってね、うん、ラスト勝ちました、うん、ね、だからすごい、だから言い訳をしたい、だから違う、決めてた、本当に、本当に決めてた、言ってたんだから、ステージの人も言ってんだ、言ってデッキそこ置いてんだから、だって変えようがないんだから、ね、あ、そう、言ってた、1戦目で2戦目いけたら黒切り目でいきますって言ってんだから、変えようがないのもみんな分かったんだね、そう、裏の人はね、でもステージ上ではたかしが後出しじゃんけんでガンより持ってきやがったみたいになってるから、たかしさんが言った方がいい、さっきね、じゃあ次からは次があればね、次あれば、そうしましたから、うん、先に言った方がいい、そうそう、ちょ、俺がそれ言うのね、わせわ遅くなっちゃったから、ちょ、俺らどうせ入ろう、そこは先にたかしに入ろうとしてるステージ構成入ろうとしてる、はい、改善やん、やっぱ改善やん、方がいいから、で当日マネージャーとしてじゃん、そうそうそうちょっと、うちのたかしが先に言われちゃった、ちょっとイメージ悪く、心象悪いんで言うよ俺らじゃあ、名刺作ってたなんか、ブランディングコンサルタント、いやなんか怪しいやつ作ってしたなるわ、たかし負けるとちょっとイメージ悪いんでいやいやいや、全然負けていい弱いんだから言う、弱いんだ、言おうよ、それ、ね、それでいこう、弱いんだから、やめてくれよはい、っていう感じでございました。8月楽しかったです、だから結果ね、うん、まあ、あのプレイヤーとしても、うん、あとこの演者としてもね、いろいろ出させていただいて本当にありがとうございました、うん、というわけで9月、うん、なんと店舗予選ですから、うん、もう涙見たくない、もうこれはだから、もうこれ俺本当にこれにかけてますから、なんとだってもうワンピカード情報局のレギュラーになってから初ですから、うん、で俺しかそういう大会にはね出れないわけですから、うん、そうプレイヤーとして、かだからちょっとここは、うん、さすがにいかんとっていう、そのちょっと今までとはまた違ったプレッシャーもありつつ、うん、でやっぱルフィ、うん、シャンクス、もう好きなキャラがとにかく強い環境になってますから、うん、頑張ります、はい、またそれはあの10月にね報告しますんで、はい、でもしかしたらでもワンピカードを上局の方で話すのかな、ちょっとその辺りまだ分かってないんですけど、うん、もしかしたらちょっといろいろどっちになるか分かんないんですけどね、うん、まあどちらにせよこっちでも多分あげると思うんで、うん、はい、お楽しみに、うん、皆さん頑張りましょう、出る方出ない方もね、ぜひぜひ応援よろしくお願いします、うん、頑張ります、うん、はい、という感じでございました。今日はここまでです、最後まで見てくれてありがとうです、チャンネル登録、高評価お願いします、続けてください、明日も大丈夫、本当に9月頑張ります、だからお願いお願いします、チャンネル登録。